うわ、でかいでかいでかい。うわぁ。おはようございます。釣り子 TV です。小池13ミリ新しく出たやつね。これを投げてみたくて、ちょっと時間を作って釣り場に来てました。こういうね、森県リグできるようなセットで、まあでもね、ノーシンカーでやって食わなかったら重りかましてっていうね、そういうスタンバイでやってみたいと思います。時間短いんでね、ほぼノーカットで、どれぐらい13ミリが釣れるのか、そんな感じの動画にできればなと思います。じゃあ、スタートしてみます。はいはい。じゃあ、早速スタートしていきたいと思いますが、13ミリ。よいしょ。この大きさですからね、ケースは使うから、大切にね。取っておかないと。タックルはね、これロデオクラフトのホワイトウルフで、針どっち使おうかな。13ミリだから10番のループモスキート使ってみるかな。虫食いバスがいてくれればね、トップでバシバシ食ってくれるんじゃないかなと思うんだけど、おいで、ガイドの穴から通すかな。はい、うわ、13ミリいい感じ。よしよし、はい、準備完了。ここら辺からもう片っ端から怪しいところは13ミリ打ち込んでってみようかな。こんなところもね、いるときはいる。泡攻め。ここもこの前カバースキャットとかで食ったから、いないか。おお、出た。13ミリいきなり速攻。うぅ、よいしょ。おお、焦った。はい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 、はい、速攻の13ミリノーシンカーにガバッと出てくれました。まずは1匹目、いいね、ループモスキートの10番に合わせてみております。イエーイ、13ミリフィッシュ、いいね。はいはいはい、速攻ガバチョってちょっと上の方に。13ミリやばいね。いやー、ビビった。速攻出たよ。もう1匹出るでしょこれ。この下ぐらいでもバシャってなんか音がしたんだけど、このサイズ感はもうやばいよな。いやー、フッキングも良かったな。よいしょ、ちょっと沈めたらもっと食いそうだけど、とりあえずトップウォーター使いで反応してくれそうなバスを片っ端から。セミもねすごい鳴いてるからね、こういう、また見てる。でもやっぱりちょっとなんだろう、
ベイトフィネスな感じのタックルじゃないともしかしたら投げづらいかな。今メタニウムのハイギアのでやってるんですけど、ちょっと気を使って投げないとトラブっちゃいそうな。絶対ここは1匹いたら2匹とかいると思うんだけどな。表層では1匹釣れたんで早速ループモスキートだから重りつけちゃい、重りつけて7グラムシンカー森県リグにしてみました。今トップ使いでね1匹加えて沈める感じで、なんかおーし、あれ、あやっべ、危ね、ちょっと寝がかったんでビビって一回、いやービビった、いきなり2投目で釣れて3、4投目で切れちゃいいだとちょっと寂しいですからね。はい、またトップウォーターモードにして、おお出た、あいいとこ入れたら速攻食うね。おー引く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 、おーちょっと足場が悪い、こっちの方に、うわやばい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 、釣られてる釣られてる釣られてる、ちょっといいっす、あバラしたくないな、うわでかいでかいでかい、うわうわちょっとここ危ない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 、よっしゃ、あ取った、おでかいでかい、よしよしよし、はーい13ミリいきなり40、これ何、後半48ぐらいあるよね、いきなりでかいの食っちゃいました、これすげえ13ミリすげえでっけえ、やったー、ああ通りで上がってこないわけだ、いやーいいサイズいいサイズ、おお元気、はーい13ミリいきなり40後半来ました、すごいね、躊躇なく食ってきたよ、いやーなんか全然上がってこないと思ったらこのサイズ感です、いやー13ミリ、すげーな、しかも超いいとこかかって、ノーシンカー使いでズバッと出ました、じゃあねこの子はね逃がしてあげたいと思います、47、イエイ、いやーループモスキートにノーシンカーでね、ちょん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 、カバーって感じでね、イエーイ、13ミリやばし。いやー、いきなりの40後半。アブソルートの糸使ってるから安心でしたって感じで。もう一匹ぐらい。食っちゃうんじゃん、気は。いや躊躇なかったな、この絶妙な半分ちょっと入ってる感じが吸い込みやすいんだろうね、いやびっくりした、
おお出た。おお、すげえ。バスの好きなサイズ感なんだろうね。よいしょ。ノーシンカーでちょっと大きめのが釣れたので、ちょっと水深のあるとこなんで森県リグにして。あの縁とか絶対いつもいるからな。森県リグでちょっと沈めてみて。いやーすげえなー。ユーマズメとはいえあのサイズが一発で食ってくれると上がりますね。すげえなあ。沈めたからってそんなスパーンって食ってくれるわけじゃない。難しいなー。ノーシンカーだとボディが小さいからちょっと沈んじゃうし、まあ慎重にノーシンカーでパフって吸い込ませる。いるね。濃いかな。バスだったらでかいね。濃いだな。あれ食うな。岸を向いて気になっているバスのそばに置いといてみる。よし、ああ加えたと思ったんだけど、あいつまだ見てるから。もう一回ちょっと派手めな着水音で。はい、引き続いて13ミリ投げていきますが、ここまでね使ってすごい感じたのが、今までのよく使っていたフルキャストとか17ミリに比べると、見た目は、まあ、あの毛がある分ボリューミーに見えるんですけども、やっぱりねちょっと軽めのワームなので、どちらかっていうとそういう軽いものが得意な、例えばベイト、フィネス、タックルとかね、そういう感じので使った方がいいのかなって。今はねこれクイックチェンジャーをつけて森県リグの状態にしてるんでね、バヒューンって、ちゃんと飛ばすことができるんですけども、この日具合の良かったノーシンカーでね表層のバスを狙おうってなると、これリールは今メタニウムの、エクストラハイギアのモデルを使っているんですけども、ちょっとね投げづらいかなって。すごいね軽いルアーなので、まあシャローエディションとか、まあどちらかというとアルデバランとかね、その他のあのベイトリールのベイトフィネスキーとかなんかだと、ノーシンカーなんかでもねすごい具合よく投げれるんじゃないかななんていうふうに思いますので、ご参考にまで。ただねこのベイトタックルで使うとですね、2匹目釣れたバスなんか結構ややこしいところで、40後半だったかな、大きめのバスがかかったんですけども、スピニングタックルよりもねすごい安心感のある、なんていうか強引なファイトができるっていうところもあるので、自分はこれはベイトタックルで使う方が使いやすいかななんていうふうに、感じました。ラインがですね、
バリバスのアブソルートの AAA の10ポンドだったかなを入れてるんで、結構ねこのガビガビの角とかにねラインが擦れたりしたんですけども、そんな状況でもね40後半のバスねしっかりと最後まで釣ることができたので、まああのデイと異常に強いですからね、なんだろう、この擦れ方はやばいでしょうって思って後で確かめてみてもね傷一つ入っていないっていうね感じがあるので、まあ結び直しはね絶対ですけども、それにしてもこういうおかっぱりで攻めていく時とかにね、そういう強めのフロロカーボンラインで、でまあリール投げやすいものね、何か好きなベイトリールでベイトタックルで、まあただね先はちょこちょこ入るような感じの竿の方がアクションが出しやすいんじゃないかななんていう風に感じました。これ引き続きですね、重りをつけた森県リーグで攻めているんですけど、もう間もなく確かにヒットするんじゃないかなということで、引き続きご覧ください。あ、もう食ってる、着水同時で食ってる、すごいな13ミリ。いやもう着いたら着水同時で食ってた。はい、よいしょよいしょ、よいしょ、13ミリフィッシュ着水同時で、いいとこかかるね着水。森県陸なんだけどね、着水で走ってました。イエーイ。はい、小池13ミリ、ちょっと短時間だけ使ってみたんですけども、開始早々に釣れ、その数頭後にデカバス釣れ、重り昭和したら昭和したで釣れ、あえて言うなら13ミリやっぱり軽いんで、ベイトフィネスみたいなタックルで扱う方がノーシンカーとかだと投げやすいのかな。結構ね実はねメタニウムでバックラッシュなんかもして、まあこうやって重り昇和すれば絶対大丈夫なんですけど、ノーシンカー使いの時は結構ねライトリグを使うようなベイトタックル、もしくは強めのスピニングタックル、パワーフィネスみたいな感じので使った方がいいのかななんて感じました。いやー短時間勝負だったけどね、すげー楽しかった。またね、ちょっと試してみたいと思います。それではでかいでかいでかい、うわうわ、ちょっとここ危ない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 、よっしゃ、あ取った。